危ないってずっと言ってたけど、で何って言われたんですよ。始まりました、島田秀平の怪談巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ毎回ですね、すごい話をしてくださいます。今回も来てくださいました地獄先生、上松壮さんです。お願いいたします。お願いします。上松壮です。ありがとうございます。すいません、いつもね、もう YouTube チャンネル、もや YouTube の方もね、はいはい、皆さん絶好調です、チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。そしてあの親友のね、国沢一生さんとやられている月一のイベント、はいはい、ずっとも、ずっともずっと友達で俺たちってことで、ずっとも、いやそんな恥ずかしいのをもう40歳の人間がやらないですよ。40超えたおじさん2人がずっともですって言ってやってるライブじゃなかったでしょ。いやもうそれ痛々しいライブですよ。やばいですよ。それはなんかいいですけども、はい、ゾッとするね。そうですね、はい、ゾッとするもやいを省略して ずっと思って言っちゃった今。あ、え、ゾッとするもやいなんですかあれ。そうですよ、国沢一世が、まあ、ゾッとする話に出てたじゃないですか。で僕はもやい像の持ち主なので、ゾッとするもやい。あ、それでゾッともだったんですね。あ、そうなんです。俺ゾッとする話をする友達2人だから、うん、ゾッともだと思ってたんですけど。違います、違います。あ、それも恥ずかしいですよ。違うんです。まあでも仲いいですからね。はい、そうですね、はい、はい、こういった情報はツイッターの方で、はい、ぜひぜひお願いします、はい、なんかね、もうゲストも毎回豪華で、はい、はい、そうですね、2ヶ月に1回ゲストの方を呼んでいて、でゲストの方を呼ばない回もあってっていう形でやってます。あ、呼ばない回はずっともで、ずっともで、ただただ呼ぶ回はゾッともで。あ、そうですね。やらせていただいてます。はい、皆さんね、チェックしていただきたいと思います。ありがとうございます。島田さん、ご自身でなんか他の人には持ってない能力持ってるなって思うことってありませんか。自分がですか。はい、これ能力って言ってるのか分かんないですけど、はい、結構あのもう自分でもやりすぎだなって思っちゃうぐらい、うん、結構なんか気遣いなとこがあって、はい、だなんかこう、じゃあ10人でみんなでご飯食べてますっていう時でも、はい、なんか楽しそうにしてない人とか、なんか今ちょっとこう一人ぼっちになっちゃってるなっていう人がものすごい気になっちゃうっていうか、なんかそれがなんかこう気づいちゃうみたいなのは、なんか自分で能力じゃないけど、なんかみんなが楽しいのがいいなっていうのがあるので、なんかそういうのがすごく目についちゃうっていうのがあるかもしれないです。じゃあそういう方をフォローしたり一緒に盛り上げたり、そうですね、あ、なんとかさん、あれですかみたいな話振ってみたりとか、はい、こっち来ませんとかっていう風な。ああ、すごいですね。でもそれもそれはね、でもなんかやりすぎだなって思ったりもするんですけど、でもね、はい、目についちゃうし、はい、一人でもそういう方がいるとね、なんか自分自身もすっごい気になっちゃって、はい、なんか楽しくなくなっちゃうのがあるんですよ。ああ、でもそれはあるかもしれないですね。でもそのもともと芸人さんをやられてたのもあって、ああでもそれでそういういろんな人を見る能力があるのかもしれないですよね。あともしかしたら、あの僕の場合家が長男、僕長男で、はい、結構何代か続いてる家なんで、もう常に大人たちが何人もお客さん来てたんですよ、はい、で僕がいつもそれが子供ながらにお茶番みたいな感じで、はい、皆さんにこうお茶を振る舞ってみたいな家庭環境で育ったから、なんかこう、はい、そこにいる大人たちの顔色を見るっていうのが癖がついちゃったのかもしれないですけどね。そうかもしれないですね、はい、でもそれも立派な能力の一つだと思うんですけど。、はい、僕にもちょっと普通の人にはない第六感じゃないですが、そういったものがあるなっていうのを思い出したことがありまして、あの小さい頃に僕ちょっと予知能力じゃないですけど、急にポンって未来みたいなものが見えることって、ビジョンとしてあったりもするんですし、一番最初のその取っかかりの部分としては、まあ小学校の高学年の頃に僕は40度の熱を出して、はい、で2階の自分の部屋で寝てたんですね。でハッと起きたら、なぜか1階の、こたつで寝てたんですよ、はい、で、あ、このいつ降りてきたんだろうと思ったら、母親が僕の顔を見て大丈夫って言ってたんで、うん、だいぶ熱下がったと思うって言ったら、違うよって言われて、何かって聞いたら、今あんたは2階から1階までずっとひたすら往復してずっと危ないってずっと言ってたけど、で何って言われたんですよ。その1週間後に例の地下鉄の事件が起きて世の中に浸透していった。その前に
その時ってもう子供ながらにというワードとかって知って知らないです。知らないのに、はい、知らないし母親も知らなかったんですよ。だからその1週間後にその名前が出てくるんですけどもニュースとして、それも一つの余地なのかな。何かもう混沌としたこう朦朧とした状態の中で何かこうバーンって受信しちゃったのかもしれないですね。かもしれないですね、うん、でそれが一番最初だったんですけども、そこからまあある時中学校2年生の時にちょっと倒れて9時間意識不明だったんですよ。で気づいたら島にいた、島の中にいたんですけど、気づいたらヘリで運ばれて都内の病院で集中治療室に入ってたんですけども、その時ぐらいからなんかわかんないんですけど、たまに瞬きをすると違うものが見えることが何回かあったんですね。でこれは何なんだろうっていう景色が見えていたり、自分も知らない人が出てきたりっていうことがあったんですが、そんな中でまあ当時今から15年ほど前なんですけども、付き合っていて一緒に住んでいた彼女がいて、でその彼女がちょっと浮気してるなって分かったんですよ、はい、なんとなく雰囲気で、うん、浮気してるでしょって聞いてもしてないよって言っていて、でもうある日から1週間ぐらい帰ってこなくなっちゃったりしてたん で、うん、でその時にちょっと過呼吸になりなってしまって、蒼さんが、はいはい、その彼女帰ってこない、浮気してるかもしれない、どうしようって思ってちょっと過呼吸になっていて息がもうできないってなった時に瞬きしたら、その彼女なのか分からないですけども、パッて瞬きしたら下北沢駅っていう看板が見えたんです、うん、で下北沢駅っていう看板が今見えたと思って一生懸命瞬きするんですけども、もう見えないんですよ、うん、でそこから何分かしてまた瞬きした瞬間に一瞬でその彼女らしき人が後ろ向きで違う男の人と、多分その男の人の部屋の床をなんか市松模様に張り替えてるんですよ。市松模様の床に張り替えていて、うん、何だ今の、今の絶対彼女だよな今の服と思って、その彼女にすぐ電話したんです、うん、そしたらその彼女が今何してんのって聞いたら、あ今新宿で飲んでる、今下北沢で男の人と部屋の床張り替えてないって僕聞いたんですよ、うん、そしたらさすがにそこまでピンポイントで当ててきたからか観念して、そうですって言って浮気を僕瞬きで察知したっていうことがあったんですね。でもさっきのね、はい、まあ、宗教団体の名前をね、はい、まあ、言っていたっていう時と、はい、今回もですけど、その時は40度ぐらいの熱、はい、今回過呼吸っていう、はい、どっちでもちょっとこう朦朧とするような状態だったってことですよね、はい、そうですね、うん、でその後にまたこれも20代の頃のお話になるんですけども、ちょっと大病を患って、でその退院してから結構まだなんていうんですかね、体が本調子じゃない時に、結構苦しい時にとある人からちょっと相談聞いてくれってことで悩み相談を受けたんです、うん、でその時にその人のが、まあ、社長さんなんですけど、この会社がちょっとうまくいってなくて傾いてきてるからどうすればいいかね、ちょっと全然違う素人の君に聞いてみたいってことで言われた時に、ちょっとその数日前に退院した時よりも体調がどんどん悪くなってきて、うん、だいぶ呼吸が荒くなって苦しくなってきた時に、また瞬きしたらパッと今度は黄色い財布を持ったおばちゃんが見えたんです、うん、でハッてなって、すいませんちょっと会社に黄色い財布を持ったおばさんいらっしゃいませんかって聞いたら、あもしかしたらうちのジムにいるかもしれないということで、それでまあ何日か経って、でそこからまたその社長さんから連絡が来て、でそしたらありがとう、実はそのジムのおばちゃん、黄色い財布を持ったおばちゃんがキーマンになってくれて会社が立て直ったんだよありがとうって言ってくれたことがあって、だからそれも同じようにちょっと苦しい時に瞬きをしたらそれが見えたんです。でもこれが自由自在に操れればすごい能力としてね、もしかしたらいろんな人を助けられるかもしれないんですけども、いつ出るかわからないですし、僕としても不確かな状況なのでよく分かってないんですよ。不思議ですね、はい、
この瞬きってやっぱ面白いですね。そうですね。なんかその今回はね、曹操の場合はそれがビジョンとして、はい、何かね未来を好転させるきっかけとか、うん、はい、今現在のね自分にとって有益な情報が見えてたってことですけど、はい、やっぱりその時にパッてやった時になんかあれ霊が見えるとかっていう、はい、やっぱ人もいるわけですよね、はい、やっぱりこの見える見えないのこの何とも言えない境界線、はい、っていうなんかそういうところで何かそういうものが見えるんですかね、うん、そうかもしれないですね、うん、結構昔聞いたことあるんですけども、その幽霊とか目に見えないものっていうのはどこに存在してるかって言ったら、ここではなくてあそこでもなくてその間の無っていう場所に存在してるって聞いたことがあるんですよ。で実際にあの哲学とかでもあるんですけども、無はあれとこれの狭間にあるっていう言葉がね、はい、あったりもするので、もしかしたらこの瞬きの瞬間とかが一瞬無になってそこで見えてるのかなとかも思ったりするんですけども、あと言うのもね、この見える見えないの境界線ギリギリの部分ね、はい、こう視覚っていうけども、それはもう見えない場所だから視覚とも言うんだけども、死後の世界が見えるから視覚だっていう、はい、まあ、ことを言う人もいて、だここがこの見える見えないっていうギリギリ、はい、瞬きの見える見えないのギリギリっていう、はい、なんかそういう本当のこの一瞬のこの何とも言えない狭間、はい、ここになんかそういうキーがあるのかもしれないですね。かもしれないですね。でちょっとまたつい最近先日なんですけども、これが今年の2月でした。これどこにも出してないとか、まあ、話してないんですけど、それ自分のチャンネルで話してくださいよ。話してない話をここでしますね。ちょっとこれ出していいのかっていうか、いろんな人に話していいのかなちょっと迷っていたお話なんですけど、また一瞬瞬きした時にビジョンが見えたの、久々に見えたんですよ。十数年ぶりぐらいに見えたんですけども、それが僕 あの高校の同級生のお葬式だったんです。多分そうなんです。それが今年の2月に見えて、まだその同級生は生きてはいるんですけども、ちょっと心配だなっていうのはあります、ね、だからこうなってくるとね、気のせいかもしれないとかってこともどんどん気になってっちゃいますね、はい、そうですね。はまあ何もなければいいですけどね。そうですね。いやでももしかしたら今回のお話で、はい、瞬きそのね狭間、その瞬間に何かが見えるって方いらっしゃるかもしれないので、うん、もし皆さん何か分かるよとかね、あとなんか情報ありましたらまたコメント欄の方によろしくお願いいたします。いやまた今回は経路が違いますが非常に興味深いお話、はい、はい、ありがとうございます。いやこちらこそです。本当にいつもすみません。いいとどまりです、はい。ぜひね YouTube チャンネル、はい、チャンネル名が、はい、上松壮のもやいチューブと言います、はい、どんなチャンネルでしょうか。ですね、怖いチャンネルです。はい、以前も島田さんも出ていただいて、はいはい、ちょっといろいろと心霊スポットに行ったり、あと階段を喋ったり、いろんなことをしているチャンネルですので、あとは視聴者さんから投稿もいただいていて、それもお話しさせていただいておりますので、ぜひぜひ皆様なんか怖いお話とかありましたら、ぜひぜひご投稿よろしくお願いします。はい、概要欄貼っておきます。皆さんぜひね、チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。階段最強戦。はい。ね、はい、とりあえず決勝戦近いですね。そうですね、はい、頑張ります。頑張ってください。はい、ありがとうございます。というわけでゲスト上松壮さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。